はい、モッピーにレシポの機能がね、できたっていうんでやってみたいと思います。モッピーです。はい、モッピーね、モッピーね。はい、このモッピーの左サイドバーにずーっと行くと、このモッピーレシポがあるんですよね。モッピーレシポ、レシポっていうのはなんかモッピーと、まあ、一緒になる前にアプリでやったんですけど、で僕実際やってたんですけど、なんかいまいちね、なんかいまいちだったんで途中でやめたんですよね。で、今最近なんかモッピーとレシポがねちょっと手を組んだっていうので、ちょっと面白いなと思って見てみたんですが、モッピーとタイアップしたとなるとちょっと話は変わってきますよね。前やったのはなんでやめたかなんですが、あの商品代金の最大 100% のポイントが貯まるっていうんですが、あの商品代金、そもそも買う商品がねそんなにないんですよね。おにぎり丸とかそんなに食べないし、サラミだってねそんな高価なサラミ別に食べないしなと思って。ただモッピーとタイアップしたとなると話は別ですよね。モッピーのポイントをもらった上でこれができるわけですからね。というわけでやってみました。実際美味しい牛乳とかもねできたらあのいいじゃないですか。200円ももらえるわけですからね。実際美味しい牛乳はまあ300円弱なので、実際100円弱でもらえるっていうことですよね。で実際やってみました。僕は今回やったのは、今はこれでその対象商品ではない、もう期間は過ぎてしまったんですが、16茶やってみました。16茶ね。はい、でこれね100ポイントもらえたんですよ。で実際買ったのはこのローソンで買ったんですけどね、ちょっと店舗名はねちょっと隠しておきます。まあ大丈夫だと思うんですけどね。で僕支払ったのがね129円なんですよ。129円で、モッピーでもらう前はあのローソンのポンタポイントで、ローソンのポンタポイントで、買い上げポイント1ポイントもらってますね。ほら買い上げポイント1ポイントね。はい、買い上げポイント1ポイントもらって、でさらに、ボーナスポイントも10ポイントもらってます。ボーナスポイント10ポイントもらってます。これちょっとなんか見にくい、はい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 、ボーナスポイントも10ポイントもらってます。これか、買い上げポイント1ポイントとボーナスポイント10ポイントもらってますね。でこのポイントとかはねしっかりもらった上でこのレシートを送っても全然差し支えないんですよね。なので実際払ったのは、あ、1ポイントと10ポイントもらったので、あのポンタポイントが11円分もらってます。でその他に僕あの楽天エディで買ってるんで、エディ支払いね。で僕あの楽天エディはオートチャージしてるんで、実質100円につき1ポイントもらえる設定にしてます。はい、なので楽天エディでも楽天ポイントも1ポイントもらってます。はい、で、さらにローソンの場合はあの東京と大阪限定なんですが、楽天チェックもできるんですよね。で楽天チェックは実際やってるとこあるんで、ここクリックしてみてください。はい、でしっかり楽天チェックした上でこの16茶買いました。で129円の支払いで買いました。もちろんポイントはもらってます。で、どういう形で応募するかなんですが、こういう風にね商品をね2つ並べるんですよ。2つ並べて、はい、僕はあのマンタさんなんですけど、ほら392ポイント、あのついさっき100ポイントもらったんですよ。100ポイントって100円分ですからね。だから129円のものを買って100円分もらったっていうことなんで、まあ悪くないですよね。やり方は簡単でね、このモッピーの画面を出して、ね、こうずーっと下行くと、これ、このその他の部分ね、その他の部分ね、あ、もちろんこのガチャとか毎日やるんですよ。
ビンゴとかもやるんですよ。はい、それはもう毎日もらえますからね、何もしなくてもね。はい、モッピー×レシポってね、でこれクリックするんですよ。でこういう風にね、あの商品がね、あのずらーっと並ぶんで、この美味しい牛乳とかね、で例えばまあこれ美味しい牛乳とするじゃないですか。その時にね、ほらあの対象エリアとかあるんですよね。なのでこれにね、しっかり自分の住んでる地域があるかどうかですよ。であとこの買える対象の店舗とかもあるんですよね。セブンイレブンとファミマとかローソンとかだったら大丈夫だよっていうことですよね。でやるのは簡単、レシート撮影ね、この商品とレシートを撮影するだけなんですよ。これこれ、レシートをアップロードするで、このファイルを選択するを押すと、こうなんかカメラとかできるんでね、はい、これでこうパシッと撮るんですね。はい、これで OK なんですよね。これで OK なんですよ。であとはアンケートに答えるだけね、これで OK なんです。はい、で今回はね、これ美味しい牛乳なんで、16茶はもうあの期間が過ぎてしまったんでね、やり方だけこうちょっとやってみたんですけど、だから これの16茶の部分を美味しい牛乳にしたら、あのその投稿ができるわけですよね。200円分のポイントがもらえるっていうわけですね。で、僕はこの16茶100円分のポイントがもらえるっていうことで16茶やってみました。で本当にもらえるのかどうかですよね。やっぱりできるできると口先だけで言うんじゃなくて自分でやってみないとね。で僕今393ポイントもらってるんですが、まあそれはさておき、通帳ね、ポイント通帳、はい、モッピーガチャ、パソコンガチャも今日は1ポイントももらってます。でこれスマホのガチャもこれ1ポイントもらってます。これ毎日やるだけで1ポイントもらえますから、1ポイントずつなのでね、パソコンとスマホ毎日やったら2ポイント、まあそれはさておき、はい、これです、これ、はい、キャンペーンポイント、モッピーとレシポ、モッピー×レシポ、はい、100ポイント振り込まれてます。100ポイント振り込まれてます。何度も言いますが、ローソンで僕支払ったのは129円です。で、ローソンのポンタポイントもボーナスポイント含めて、お買い上げポイントも含めて11ポイントもらってます。で、楽天エディで支払ってるんで、オートチャージの楽天エディで支払ってるんで、楽天ポイントも1ポイントもらえましたね。うん。で、それプラス楽天チェックもやりました。なのでね、もう実質ね、10円ぐらいでもらった、まあ20円ぐらいでもらった形ですかね。20円、そうですね、20円弱でもらった形ですよね。はい、なのでね、もうぜひやってみてくださいね。はい、この他にもこれずっと全部ガチャで取ったポイントなんですが、たまにこうやってね50ポイントとかあるんですよ。これはあのブログに貼るだけキャンペーンやって、これも無料でもらえるんですよね。毎月1回ね、やればね。それやってるところあるんで、ここをクリックしてみてください。なのでね、こういうことやっていくとね、本当にね、溜まっていくんで、バカにならないお小遣いになるんで、ぜひぜひやってみてください。モッピーのレシポね。モッピーのレシポ。僕はね、ぜひぜひモッピーはおすすめですね。実際僕やってますからね。はい。なのであのレシポはレシポで、そのモッピーと組む前はアプリであったんですけど、やっぱり何度も言いますけど、その好きな商品がなかったからね、なかったからあんまりしなかったんですよ。で結局あのそのアプリもアンインストールしちゃったんですけど、ただモッピーと一緒になったとなれば話は別ですよね。モッピーで普段からコツコツお金を、ポイントを貯めておいて、でそのついでにレシポがあって、でそのレシポの対象商品が、そのレシポの対象商品が僕の欲しいものと合致した場合は、
もう絶対やらないと損ですよね。絶対やらないと損です。この美味しい牛乳とかね、僕もう今日でもやろうかなって思ってますからね。はい、まあまだその条件は見てないですけど、はい、このなんかね、あんまり酒あんまり日本酒はいらないかな。ナロンエースとかね、ちょっとなんか頭痛い時とかね、あのもしかしたらいるかもしれないじゃないですか。はい、なのでね、ウェルチはもうやろうかな思いますよね。はい、なのでもう本当にね、あのその時のレシポ以外のポイントもしっかりもらった上でレシポもやればもう十分ね活用はできると思いますね。であれですよね、あの一気に200ポイントとかもらえるやつなので、あのモッピーとかやっててもあんまりというか、なかなか最低換金額まで達しないなっていう方とかも、こういうことをやればすごいお得に使いこなすことができると思いますね。はい、以上モッピーとレシポの紹介でした。で実際僕がやってみて、まあこれからも僕見ていくでしょうね。モッピーやってる限りはずっとレシポ見ていくと思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。以上です。